はい、お便りコード陽介管理人とお便りコード稔とお便りコード一輝とお便りコード遠藤です。はい、ということでございまして、はい、まあ10月12日ですかね、あの台風が来てしまいまして、19号ですね、甚大な被害があったということで、まあ水害なんかもかなり、深刻だということで、お便りコードとして何かできることがないかなというふうで、朝会議をしまして、その内容を発表したいと思います。まあ今日1日でページできれば作って、明日からでも開催したいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。そしたらですね、まず、まあ、基本的にですね、その募金を募るというよりは、あの僕らの方でですね、あの対象商品を決めさせてもらって、まあ、主に自社開発の製品が、まあ、余裕があの多少はあるので、そういうものを還元したいなというふうに思います。具体的に言うと、ほとんどの製品を、売上金額の 50% を、寄付をさせていただきたいと思います。寄付の先に関してなんですけど、とりあえず、まだリストアップが済んでませんので、まあ、赤十字さんだとか、まあ、そういう、ところをリストアップ、していますが、まあ、個別に台風19号のですね、口座ができると思いますので、そちらに、変更するかもしれません。で、まあ、基本的に、まあ、50年続いてる会社なので、あの信頼してください。あのみんなで焼肉に行ったりとか、そういうそういうあの鬼畜なことは絶対しませんので、まあ、危うい人間はいないですよね。大丈夫ですか、遠藤君大丈夫ですか、ね、あのフィギュアとか買ったりとかしないで、あの知らんけど、うん、まあ、そういうことで、できることをやりたいと思います。じゃあ、一輝君の方からですね、はい、半額、まあ、もしくは一部ですね、パーセンテージ違いますけど、はい、商品の発表をお願いしたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まず、スピーカーワルツの506スピーカーですね。はい、でこれはいくらのものでしたっけ。定価っていうか、定価だ、まあ、バイカが9800円。これもうセールになってるんですよね、すでに。そうです、やってて。あ、荒川くん一個じゃあ説明を入れてってよ。そう、買ってもらわないといけないから、うん、なんかこれいいよみたいなアピールお願いします。はい、まず506ワルツは、もともと12,800円で販売しているスピーカーで、うん、まあ、セール売価ということで、9,800円で販売してるんですけれども、アンプ内蔵のスピーカーで、おたいレコードで販売している DJ コントローラーですとか DJ セットなどに、付けさせていただいてたりとか、まあ、セットで選べるようになっていたりするスピーカーです。で、まあ、セットの方ではそのまあうちの方での利益を思いっきりごっそり抜いてるレベルで、あれさせてもらってるんですけど、まあ、単品で販売させていただいた際にその半分を、寄付させていただきたいというところで、普通のよくある端子さん RCA 端子って赤白のピンケーブルで、接続をして、電源入れたら音出せるっていう、まあ、簡単な一番簡単な接続で使用できるスピーカーです。音もいいです、ね、iPhone とかでも、はい、iPhone っていうかステレオミニジャックのケーブルもついてるから、ね、DJ とかじゃなくても、はい、本当にスマホがあったらめちゃくちゃ楽しいですよね、はい、そうですね、はい、はい、いうことです。まあ12,800円が9,800円だった。今遠藤くんが持ってるやつです。ちょっと皆さんにちょっと、はい、いう感じですね。音いいですよね。音いいです、うん、はい、いう感じでございます。あとテレビとかに、テレビのイヤホンジャックとか外部入力とかにつないだらテレビの音超良くなります。そうですね、うん、はい、これね、だから誰でも買えるからね、もうぜひ買ってください、これ。はい、
在庫はまだ、まあ、入ってきたばっかりだからいっぱいあると思いますね。はい、じゃあ1機も続いて、はい、続いては同じくセットによく含まれているヘッドホンのボヤージですね。ボヤージ、はい、こちらのヘッドホンですね。こちらも先ほどの505列同様、あのおたよりコードで DJ セットをお買い上げいただいたときに、セットでお安く、付けさせていただいているヘッドホンで、特徴としてはとにかく軽いということですね。で、ヘッドホンって締め付けすごく強かったり、DJ 用のものって重かったりとか、して、それが結構頭痛くなっちゃうとか、まあいろんなことがあったりするんですけども、まずその DJ コントローラーでも DJ セットでもやるに、曲を今スピーカーから流している時に自分だけが次かける曲を聴かなきゃいけないので、ヘッドホンっていうのは必須になるんですけども、ヘッドホンがなく、DJ セットはいいけどヘッドホン買った、DJ セット買ったらヘッドホンがないっていうことがまあ昔は よくあってですね。で、あのヘッドホンを今はまあ他のお店さんとかもそうですけど基本的にお付けしているというところで、軽くて音の抜けも良くて、まあ、通勤通学とかでも使いやすいですし、まあ、普段音楽を聴くのにすごくも適しているあのヘッドホンです。で、ケーブルは脱着式になっていまして、ケーブルもなんていうんですか、ファブリック素材というか布っぽい皮膜があって、おしゃれで使いやすくなってます。軽いんだよね。軽いです。布だからね。なんでうちの子供とかも本当に使いやすく、ちっちゃい子とかでも使えるヘッドホンですね。うん、音もいいです本当に。うん、はい。あ、で、全ての製品に、ステッカーを、これ800円ぐらいだったっけ。そう、600円ですかね。なんかまあそれぐらいですのと、これ300円ぐらいのステッカー、これも全ての製品につけましょう。今思いつきましたつけましょう。はい、はい、これも単品購入に限りですね。はい、はい、で、これに付随する、うん、交換用イヤホンとイヤーパッドね。あ、いや、交換用イヤーパッドとケーブルも対象商品になってます。はい、一応これはもうボヤージ累計1万何個ぐらいは出ているんで、ユーザーの人めちゃくちゃ多いんですよね。そうですね。で、そろそろボロボロになってる人買い替えませんか。はい、募金がてら、はい、ぜひぜひ。ちょっとアップで見せてもらって、イヤパッドのところですね、黒いところ、こうですね。はい、ボロボロになってる人いるでしょ。耳に黒いのがついちゃったから、うん、まあつきにくいんですけどこれ。はい、で、あとはそのケーブルですね。スパイダーシルクですね。はいはい、これが980円の商品になりますね。これね、実は結構音いいですよ。はい、うん。で、イヤパッドは880円なの で、はい、でそれ半額寄付されますからね。はい、まあ、400円なり500円なりが、いきますので、ね、まあ、普通に寄付するより面白いかなっていうね、ところで。はい、はい、続いてはケーブル、ラミアですね。ラミア、バイカー980円。ちょっと持ってくるわ。あ、なんか喋って、うん、ラミアです。はい、このケーブルはですね、3メートルの、RCA ケーブルで、これもさっき の紹介した506ワルツっていうスピーカーと、DJ コントローラーとか、DJ ミキサーなどをつなぐためによく使う、まあ一番よく使う端子ですね。これがあれば、先ほどのスピーカーに、DJ コントローラーをつないだりとか、DJ ミキサーからつないだりできます。はい、まあテレビとか、まあ、今はちょっと HDMI が多いんであれですけど、昔はテレビとゲーム機つないだりとか、まあ、それに使う、まあ、一番一般的な端子のケーブルで、これもですね、ケーブルって本当にピンか切りまで金額があるんですけど、これやっぱり、うちもそのただただ安く作ってるわけじゃなくて、音の方もいろいろ確認しながら完成したケーブルですので、ちょっといいものという方にはぜひおすすめをしたいケーブルですね。はい、はい、で続いて、PC スタンドですね。はい、レイピアです。はい、はいはい、こちらはですね、よく、まあ、今 PCDJ がコントローラーも
あの DVS 使ってターンテーブルで PC DJ する人も多いですけど、パソコン置くスタンドです。あの、まあ、よくあるスタンドなんですけど、あの高さが調節できたりですとか、幅も調節ネジが入ってるのでちょっと広めに作ったりとかできるんで、耳かきとテープ持ってきてなんで、あとは、まあ、ミディコントローラーとか最近はですと、まああれですね、パイオニア DJ さんだと DDJSP1 とか XP2 も最近出ましたけど、ああいう、まあ、平たい、コントローラーを置いたりとか、まあ、ちっちゃいミニ鍵盤とかでも使えると思うんですけど、そういったものを置くのに適した、PC スタンドです。あとね、これね、奥さんが料理するときにクックパッドとか見ながらです、キッチンに、パソコン置きたいっていう人、あと YouTube 見ながら料理したりだとか、まあ、危険なんで火元には注意してほしいんですけど、そういう人がかなりいます。で、そういう場合にこれあるとめちゃくちゃ便利なんで、まあ、iPad 置いたりしてもいいんですけど、これでも誰でも本当に役に立つ商品なので、よかったらっていうところですね。はい、はい、で、では続いてどこ行きましょうか。土台行きましょうか。あ、土台行きましょう、はい、土台行きましょう。土台プラスは、まさにこの DJ テーブルです。これね、大ヒット商品ですよ。はい、大ヒット商品これですね。まあ普通にでも、この際なんで、まあ、在庫そんな多くないんだけど、この際なんで、DJ じゃない人もよかったらどうですかこれはい、意外とテーブルとしてもかなりがっちりしています。表面もメラミン加工になって、前ビニールだったんですけど、結構傷がつきにくいような風になってますって言いながら、ちょっと一瞬ここついてますけどね。はい、まあ、揺れにくいっていう感じです。で、あとはね、重量もそんなに多くないから、強くって軽いっていう感じかな。はい、で、これがですね、これさすがに重要物で、送料もうちが負担してるんで、原価率がめちゃ高いんですよなんでこれは3割の寄付にさせてください。で、まあ、3割とタレコステッカーね、はい、あげますからね。はい、じゃあちょっと、はい、戻りましょう。土台終わりました。はい、耳かきっすね金ならですね、はい、全然、遺産で名前つけたらいいけど、名前は全然しなかったっていうこれ金ならっていうの一応うん、昨日か一昨日ぐらいに、1年前にこんな投稿してましたっていうのでこれ上がってきて、ちょうど発売から1年近年だったんです、はい、レコードのなんていうんですか、そのがついて、おたいレコードのロゴが入った耳かき、鈴もついてますね。はい、一応やっぱ DJ は、まあ、耳を、まあ、大事にというか、いい状態に保ちましょうということで、作った耳かきになります。うん、これが980円。はい、980円です。だから、まあ、これも500円くらい寄付できますね。はい、うん、で、まあ、もちろんこれ耳かきなんで、ただのDJ じゃない人も誰でもいいから、よかったら買ってください。はい、まあちょっと1万円以下が送料かかるんでね、 それはすいませんって感じですよね。はい、そうですね。はい、はい、で、同じく980円、結界ですね。結界ですね、テープ。はい、これ震災対策で使ってる人いましたよね。あ、いました養生テープはなかったんでおたれこのテープが売り切れちゃってたんですね。どこにいても養生テープが売り切れてて、うん、これがあったって言って多少貢献したって貢献しました。そうですね。はい、はい、で、スクラッチライフ。スクラッチライフですね。はい、はい、スクラッチライフ。スクラッチライフですね。あとパッドマスター、はい、これはあれですね、音源系ですね。まあこれはちょっと DJ の人に限ると思うんですけど、スクラッチネタとかが結構入ってると。で、まあスーパーシールみたいな、シュワッチみたいな音とか、はい、あとレゲエのペンペンペンってホーンの音とかも入ってるので、結構いいんじゃないかな。で、これ2000円ぐらいするんで、まあ、これ半額寄付しますんで1000円ぐらいの寄付になりますね。はい、で、まあ、これはデータ納品なんで送料もかかりませんからね。はい、はい、で、同じくはパッドマスターですね。はい、で、パッドマスターは、サンプリングに焦点は当てたもので、
いろんな音色が入ってますので、まあサンプラーとか持ってる人はいいんじゃないですかね。はい、はい、じゃあお次は、はい、こちら 5% 還元 5% 寄付になるんですけども、うん、オタレコリサイクル部の中古商品を、うん、対象商品とさせていただきます。全品全品ですね。うん、結構すごいですね。はい、うん、今結構探偵とか入ってるんで、うん、これ 5% 還元って気づかれないうちに 5% 値上げしてるとかそういう鬼畜なことはやりませんのでちゃんとね値段も変えます。今のままで、はい、今のままで 5% になります、はい、ちょっとこれ少ないんだけど結構仕入れ額でもギリギリのやつとかあったりするんで、はい、それ勘弁してください。ただ母数がでかいんで、ね、10万円の商品とかだったら5000円とかだし、うん、まあこれを機会に欲しいもの買ってください皆さんね。はい、はい、あと同じく、中古レコードも対象商品に入ります。はい、はい、中古レコードは全品やるか全品っていうとめちゃくちゃな数になるの で、 そうなんで、ね、一部にするかもしれませんけど、半額寄付させていただきたいなというふうに思います。はい、はい、であとは、マーキュリーの、なんて言ったらいいんですか。マーキュリーって言っても分かんないね。高音質レコードレコードですね。はい、はい、クラシックとかジャズとか、まあ、ボーカルものとか、フュージョン的な、ジャンルのもので、こちらは新品になります。でマーキュリーっていうのは高音質系の、レベルというか、まあ、卸会社さんだったんですけど、もう今実はなくなっちゃったんですけど、そこからごっそり買わせていただいた製品があって、まだこれ在庫結構あるということで、これはもう半額寄付させていただきたいなというふうに思っています。はい、はい、で最後に、うん、専用の募金箱を作らせていただきます。はい、はい、これは、まあ応じてなるべくそのお礼のノベリティとかステッカーとかを一応お送りさせていただこうとは思ってるんですけども、基本的にはお気持ちっていうのかな、うん、はい、価格書いてあるので募金したいよって方はここにまあ、買い物のついでとかでしていただければと思いますので、専用 の、 募金箱っていう形で商品ページっていうのがウェブの方であるので、そちらの方で募金していただけたらと思います。はい、という感じでございます。はい、んで期間が11月末までを予定しておりますので、11月末までは、やりたいな。ただ物がですね、売り切れる可能性も結構あるので、その際はご容赦くださいと。早期終了する場合がございますという感じでございます。はい、ということで、まあ少しではあるんですけど、まあ被災された皆さんに対してはお見舞いを申し上げるとともに、まあおたえレコードで、できることをやりたいなというふうに思ってます。まあ、せっかくこう募金するっていうのでも、やっぱり欲しいもん買って楽しく募金するって言ったら変ですけど、まあね、なんかこう音質が上がるとかさ、なんかこう暮らしが良くなるじゃないけども、そういうことをしながら募金した方が、まあ普通に金額だけ募金するのもいいんですけど、まあお便りコードとしてそういうことをまあやらせてもらうと。いうことでございますので、よかったら、ご参加いただければと思います。はい、ということでございまして、台風19号の、募金ボランティアとかの募金の告知でした。ありがとうございました。お願いします。